県内では今日新たに46人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。また1人の死亡が確認されています。地域別の感染者で今日最も多かったのは富士市で17人です。そのほか浜松市で10人、静岡市で7人、富士宮市で2人などとなっています。このうち 浜松市では10人中7人がすでに感染が分かっている患者の濃厚接触者などですまた静岡市では市内の病院に入院していた患者1人の死亡が発表されましたこれで県内で亡くなった人は合わせて41人となりましたさらに富士市立中央病院のクラスター関連では17人の感染が新たに分かりました